はい、どうも、タクタクです。意味ごとやっていきましょう。こっちが空いているはず。神様と子供2という本がある。彼の子供が神様としての役割を果たしていくうちに、人間はまた神様を恐れ、その存在を疑いは、しなくなりました。あともう少しで彼は力を取り戻し、自分の願いを叶えることができるはずでした。すべて彼の目論み通りでした。あの時までは、椿が来るまでは。お、最初こう中学生ぐらいな感じするよね。君はいろいろな人をここに連れてきたの？私のように隠して苦しめて殺すために？神の存在を信じさせるためなの？そう言ってた。誰が？父さん。は？君は私も殺すの？母さんになってくれるならいじめない。なるほど、そう、そういういきさつが。は？母さん？うん、母さんいないから欲しい。そんなことを言って騙す気でしょ？他の人みたいに殺すんでしょ？殺すつもりで人をさらったりいじめたりしてるんじゃない。人間は皆怖い思いをしたり、理不尽な苦しみを受けると助けてって神様に願う。だから怖がらせたり殺そうとしたりしているだけ。殺すつもりなんてない。その結果死んじゃうだけ。それを殺してるんだって。いや、こんなこと言ってもわからないよね。ずっとここにいて父さんの言うことをやってるだけじゃね。それは悪いことなの？さあ、自分で考えるのがいいんじゃないかな。君はもっといろいろな景色を見るべきじゃない？見るべきなんじゃない？こんな陰惨な館の中だけじゃなくてさ。そう、外に出るとか。君を産んだ母さんもきっと君に会いたいと思ってるんじゃない？代わりの母さんじゃなくて本当の母さんを探そうよ。なるほど。じゃあ一緒に来てくれる？見つけるまで母さんになってくれる？そっか、そういう約束だったんだ。え？せめてお姉ちゃんね。お姉ちゃんという約束だったのに、いつの間にかお母さんになってしまった。どうしたの？さっきから考え込んで。きっと母さんの若い頃を、ちょっと母さんの若い頃を思い出してた。え？私今でも若い方だと思うんだけど。いや、高校生ぐらいだったってことであれば、仮に16歳で、ディアが6歳。で、10年後だから26歳、若い方ですね。知ってる。綺麗。あら。綺麗で優しくてずっと一緒にいてくれた。でも最近は俺のことを避けてるね。早くカリンを探そう。思春期だから。思春期っていうのかな。わかんないけど。こっちも同じのがあるな。で、ここかな？マジで？ここ鍵かかってるの？あ、でも、これだ。火が消えてるね。さっきのマッチでつけようか。一本だけだからもう使えなくなっちゃうけど。開いた。鍵開いたね。行きましょう。こう通って。あー、なるほど。こっち開くかな、じゃあ。開いた開いた。両方開いたことになってるんだ。ここどこ？もう何階まであんだ、ここ。さ、ここ何階だ、そもそも。本当に広い館。というか、いくらなんでも広すぎる。村長はここであの神様と住んでいたのか。しかし、村長いないな。ねえ、どうしたの？あの人とどんな話をしたの？ああ、叶えてほしい願い事があるって言われた。会いたい人がいるんだって。厳密には君にその願い事を叶えてもらいたいみたいだけど。他には？
詳しい話をするから私一人で来いって。他には特に何もなかったと思うけど。そう、私がディアをあの人の元から連れ出したのが10年前。でもあの人、ディアは俺の言うことを聞きやしない。昔はあんなに母親に会いたがってたのにって言ってたな。あの言い方だと10年前のディアのことを言っているとは思えない。そう、まるで最近会ってるみたいな。考えすぎ？気のせい？いやでも。ねえ、そんなに俺は頼りない？信頼に値しない？気に食わない？それとも怖い？違うよ。頼れるし、信頼してるし、好きだよ。じゃあ悩んでることを言ってくれる？少し時間をくれないかな？悩んでること。どうしたら分かってくれるの？ディアに殺される夢を見てしまうみたいなことを言って、でもディアが椿を殺すような気はしないんだよね。言ってもいいような気もするけど。わかんない。それが悩みなのかもわかんないけど。こっちはいける。鍵がかかってる。ここは入れる。和室だね。日記がある。ずっと焦がれていたあの人と結婚した。とても幸せだ。それに、俺たち両家はとても裕福なこともあって将来は安泰だ。これから家族が増えたとしても幸せな暮らしができるだろう。この時勢に幸運なことだ。妊娠したという。俺も母、父親になるのかと思うとなんだか感慨深い。男の子なら名前は何としよう。かっこいい名前がいいか。女の子ならかわいい名前。花の名前はどうだろう。今からとても楽しみだ。これは椿ちゃんの話か。どうか無事に生まれてきてほしい。生まれてきてくれれば幸せを約束できるから。俺たちが幸せにしてみせるから。父親、私、父さんのことよく覚えてないんだよね。私が小さい頃、もう記憶がほとんどないくらいの頃にいなくなった。私が覚えている家族の記憶は、体が弱くなって気が狂ってしまった母さんのことだけ。私はずっと看病し続けていた、あの時まで。薬だって言ってね。医学や薬学の本、読んだことあるものばかり。昔家にあったものばかり。お、操作盤。ちょっと待って。操作盤。これが気になってたけど、ここの壁何か変。お、開いた。隠し部屋でもあるのかな。この抜け道狭そうだね。君は多分通れないから、私が様子見てくるよ。分かった、気をつけてね。大丈夫なのか。ほう。もぞもぞもぞ。おい！なんだよ。やんのか。うわ、血が。目が。誰か咳き込んでますね。上かな？おい！なんだよ。うわ、椿の死体っぽいもの。これどう、合ってる？これ。行き止まり。ん？こっちかな？あ、なんか書いてる。ない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 。人、殺しって書いてあるね。到着した。熊のぬいぐるみと車のおもちゃが置いてある。はい、手に入れた。あれ、これ、私が昔あの子にあげたやつに似てるような。何？戻ればいいの？何？なんか来る？おお、来てるよ。逃げろ逃げろ。
逃げないと。逃げろ逃げろ。覚えてないんだけど、でもこれ出口を、こう来て、こう来て、こうも戻れない感じ。いろいろまだ行ってないとこがあるような気がするんだけど。ふう、来ない。狭いから追ってこれないの？それともあれも、なこなこな、ゆいゆい、うん、の幻。でもこれと一緒にいるときに出会った化け物は本物だった。カリンと一緒にいるとき、うん、本物だった。お帰り、様子が変だけど何かあったの？ただいま。あ、言えばいいじゃん。そうだ、ディアと合流してから一生見てなかった本物の化け物も幻覚も、それがディアと離れた途端に。幻覚はともかく、あの実体のある化け物は神様、あの男の仕業。奪っていったんだからとか言ってた。ディアを連れ出した私を憎んでのこと？ん？でもそれだとなんだか違和感が。ぼーっとしてどうしたの？そんなに怖い目にあったの？うん、まあ。何があったの？幻覚が見えるってことはどうしても言いたくないな。言えばいいじゃん。なんでや。頭おかしいと思われたら、また迷惑をかけたら。いや、きっと頭おかしいだなんて、そんなことディアは思わない。いや、言えよ。そうだよ。でも面倒だとは思うかも。私はディアにとって何の益にもならないのに、迷惑だけはかけるのだから。そのうち鬱陶しくなって殺されるかも。でもあの化け物は幻覚じゃなくて本物かもしれないんだよね。危険か。それに仮にあの人の仕業だとするなら、ディアにも何かわかるかもしれないし、話さないわけにもいかないか。幻覚のことは言わないまでも、あの化け物のことは言おう。中に入ったら隠し部屋というか通路があったんだよ。しばらく進むと大きな檻と、その前におもちゃが置いてあって、他に何もないからとりあえずおもちゃを持って帰ろうとしたの。そしたら大きな化け物が檻から出てきた。それで追いかけられて逃げてきた。化け物。幻覚とか見間違いじゃなくて、多分本物だよ。嘘じゃない。ああ、ごめん、そうじゃなくて、ここまでそんなものを見なかったのに、どうして今になって母さんだけって思って。この館の仕掛けも含めて、全てあの人が仕組んだものと仮定したら、あの人は私を嫌ってる。ディアを奪ったから私だけを苦しめようとしてるんじゃ。だからディアと離れたところを狙ったとか。まあ十中八九あの人の仕業だろうけど、嫌われてるのは俺もだと思うよ。それで他には何かなかった？もうないよ。なんかあったのかな？本当？それだけじゃないように思えるけど。幻覚もあったよ。そう言う気はないの？もう言えばいいやん。まだダメなの？そう、それじゃあ。え？母さんの言う通りなら、俺と一緒にいれば怖い思いをしないんだよね。うん、そうだと思う。じゃあ一緒にいればいい。でももし怖い目にあったら、辛いと思ったなら、その時は遠慮なく言ってね。ありがとう。っていうかさ、ちょっと一回これ、分かれ道が気になりすぎて、分かれ道の行ってないところにちょっと行きたいんだよね。まさかの一本道で、ストレートで行ってしまったから、ちょっと寄り道したいじゃん。許してくれますよね、これぐらいのことは。ごめんね。本当は早く進んでほしいっていう人もいると思うんだろうけど、気になってしょうがない、これは。とりあえずここの、ん？あ、これ行き止まりなのか、すでに。あ、行き止まりってだけなのかな。行き止まりだけっぽいね。まあでも、あと一箇所ぐらい、こっち行ってないんだよ。あれ、こっちに行ったんだったっけ？あ、こっちに行ったんだ。こっちに行って、すごくない？俺一発でたどり着くとか。あ、これ繋がってんのかな。あ、サツって書いてある。あ、まあこういうことだけですね。オッケーオッケーオッケー。うん、じゃあやっていきましょう、続き。で、こ
こは、まあ、これでよしとして、こう鍵かかってる。こっちは日記がある。あの人と結婚した。ああなんて幸せなのかしら。でもこれからもっと幸せになるのよね。嬉しい。妊娠した。今から子供に会えるのは楽しみ。男の子女の子どっちがいいかしら。やっぱり男の子がいいのかしら。家柄的にも男の子は一人は欲しいわ。もちろん私がどうにかできる問題ではないのだけど、どっちにしろ今回が女の子でもその後に男の子を産めばいいわ。ただ元気で障害もなく健康で生まれてきてほしい。突出したところがなくったって普通の子であればいい。それだけでいいのっていうふうにやっぱりね、母親は願うんですよね。この字、母さんの字に似てる。でここにも仕掛けがあるな。裕福そう。あら、ちょっと待ってね。なんかこの中に入れるっぽいけど、ダブル二人用布団ですね。ここで育んだんでしょう。何がや。ぬいぐるみを入れる。ぬいぐるみを箱の中に入れた。あ、取り出すこともできる。この操作盤は何だ。真ん中のボタンを押す。おう、左のボタン。ほう、右のボタン。あ、目の色ということであれば、あれ左だったっけ。こういうのかな。青で、こっちが赤ってことかな。あ、違うのかな。逆だった。右のボタン、青かな。青にして、あ、でも青と緑、ここ緑かもしんない。ここ緑、こう開かないですか。開かないか。これでぬいぐるみを入れると。関係ないのこれ。もう用はないや。ってことは間違ってるっていうことなのかな。まあ間違ってるってことなんでしょうね。お、どこで鍵の開くことがした。この光の組み合わせも重要だったってこと。あ、そういうことですね。え、もうなんで車、マジでなんで車なの。ん、あ、ここじゃないんだ、開いたのが。こっちだ。つぼつぼつぼ。何回目、何日目だろうね。え、あ、動くね。奥から声が聞こえる。お腹すいた。体動かないの。何か、何か。何この声。魔女魔女魔女、お前なんか幻聴。何か聞こえるね。違うみたい。辛い。何か食べ物なんかあげましょうか。食べ物じゃ。中に何かある。鍵を手に入れた。お、鍵ゲット。鍵ゲットのここの鍵でしょきっと。何、何ここ。んわわわわ、ドクロの目のところに木が生えてますね。赤い実がなっている。なになになに、ドクドク言ってる。薬作らなきゃ。そう、母さんのため、母さんの。一個取っておくね。赤い実を手に入れた。こっちは？母さんって背小さいよね。そうだね。こういう時困るよね。うん。取ってあげるね。うん、ありがとう。緑色の実を手に入れた。中学生日記っていうのもあったぐらいですから、これぐらいの年の差はなんとかなるでしょう。
いや、何の話なんだ、急に。いや、別にいいと思うけどな、俺は。ね。そう思いませんか？ね、お客さん！お客さん？プロレスラーか。どっちかをあげろってことかな。この声。赤い実をあげてみようか。ふふ。そうよね。こっちを食べさせたいのよね、お前は。だって私を殺したからね。殺したから、ほら。じゃあ、殺したかったから。もう最近こういうのを噛み始めてやばい。思い出すわ。薬を作ってくれたあの頃。ねえ。目が、椿ちゃんの目がぐるぐる。母さん？あ、ごめん。なんでもない。鍵、開いた音したね。カリンとあの人を早く探そう。会ってたってこと？まあ、二択だったからね。どっちかかなとは思ったけど。ん？開いた。で、これが、あ、こういう感じ。もう一回セーブして。といったところで今回はこの辺で終わりたいと思います。なんか、二人の過去を少しずつね、確認していってるような作業ですけども。何かこの後繋がってくるんでしょう。というわけでまたお会いしましょう。バイバイ。